前回は秋葉原9時前スタートの上の18時半ゴールだけ考えて大回り実施。計画立てず、でもルートは重複させず、いかにきっちり帰ってこられるかを競ってます。錦糸町、東京、代々木、武蔵小杉、駒川、大宮などを通り、今は宇都宮線で小山に向かってます。で、大事なことを思い出したのですが、小山に着いたら、水戸線で友部方面に向かう予定なんですよ。現在13時48分。次が森駅で、小山には14時くらいに着きそうです。で、この大回り乗車では、手元で時刻表を一切見ないようにしてるんですが、小山発の水戸線って毎時3分発だった記憶が、おぼろげながらあるんですよ。どうしましょう？レモン牛乳とかちょっと飲みたいんですけど、買う時間。着く直前に決めましょう。ままだ発車。次が小山です。現在13時55分くらい。喫茶店もニューデイズもあり、大回りで巡れる駅の中では、駅中が広さの割に人がいなくて伸び伸びできる方ですが、今回は5分どころか、3分もいることができなさそうでちょっと悲しい。小山駅に行ったら、木そばからのレモン牛乳というコンボを決めるのが、夜メロンの楽しみ方だったんですが、今回ばかりはしゃあない。だって計画立てずに大回りしてますからね。小山の新幹線、両毛線、水戸線はいずれも1時間に1本程度の頻度です。そのため、乗り継ぐときは時間にご注意ください。水戸線と両毛線とを乗り継ぐ際、長いと40分ほど待ちます。小山に到着、お次は14時3分発の水戸線に乗ります。現在14時2分。これは、レモン牛乳を買っている暇は、ないです。またの機会。E501 系が高速切り替えでたびたび体調を崩したため、今は水戸線内全列車が E531 系になってます。この E531 系の行動範囲はとても広く、南は品川、北は福島北部の原の町、東北本線でも走ってます。クロスシートも結構存在していて、時速130キロダッシュ高速両用ですし、ハイスペックでハイクオリティな名車両です。なんだか、2050年になってもどこかでひっそり生き残ってそうですね。水戸線は小山と友部を結ぶ、全長 50.2 キロの路線です。で、水戸線は水戸駅は愚か水戸市すら通らず、友部でおしまいなんですが、水戸線は昔、水戸鉄道という、小山から友部を経て水戸に至る路線でした。でも元々の業務形態ゆえ、数年で水戸鉄道は日本鉄道に譲渡することに。そして1906年、日本鉄道を含む私鉄17社を買収する、鉄道国有法を公布。これにより日本鉄道は買収され、そして1895年開業の常磐線内に、水戸線の一部が編入。それで今みたいな水戸線の構図になったというわけです。水戸線では E531 系などの高直流電車などが運行されてきました。電流に関しては、小山駅あたりだけが直流、それ以外の区間は交流が流れているため、E231 系とかの直流車両を持ってきても、運行ができないから、というわけです。かわいそう。川島駅直前で鬼怒川を渡ります。夜メロン曰く、水戸線の中でも特に、いいなって思ってる区間、だそう。列車で大きな川を渡るときって、なんであんなにワクワクするんでしょうね。なんとなく、一つの文化の分割線を示すようなものだからでしょうか。今のは適当に言いましたけど。水戸線は単線。風景は川を越えても、山の合間を縫っていてものどかです。次の駅は下館です。真岡鉄道や関東鉄道上総線に乗り換えられます。水戸線内の中間駅では唯一の乗り換え駅です。また、行き違いのための交換待ちもちょくちょく発生します。水戸線はワンマン運転になりましたが、別に乗り降りドアが限定されるわけではなく、すべてのドアから、ドア横のボタンを押すことで降りられます。今は棒あれがあれしているので、すべてのドアが自動で開くようになってますが、水戸線に乗っていると、しばしば田んぼが見えてきます。実は茨城県は全国で7番目にお米が取れる県だそう。風土の豊かさがゆえ、関東でもトップの米どころとなっているのはすごいですよね。日の丸弁当という素朴なお弁当が売られている理由も、納得できます。
でもあれは白米以外にも、その下に、美味しい仕掛けが敷かれています。列車は小山から1時間ほどかけて友部に到着。なんだかんだ、水戸線は楽しいですね。お次は15時14分発の上野行きに乗ります。上野行きですよ、上野行き。ただ、このまま上野まで乗って行ってしまうと、17時半くらいに着いてしまいそう。とりあえずどこかで乗り換えることにしましょう。どこで乗り換えるかは後で決めます。お次は常磐線、上野行き。堂々の14編成でやってきました。近郊型車両らしくグリーン車も連結されていますが、今回は普通車に乗り込みます。大回り乗車をやっていると、じわじわと眠気が襲ってきます。なので、ボックスシートに座ってコーヒー飲みます。これをやると旅してるーって気分になれます。最高。もちろんゴミは持って帰るか、駅構内のゴミ箱に、あるいは、グリーン車に乗っている場合、グリーン車内のゴミ箱に捨てるかで、タツトリア等に誤差ず、の精神です。ところで皆さん、大回り乗車するとき、グリーン車にはどの区間で乗ってますか？東京から千葉とか、新日本橋から曝露町とか、いろいろあると思いますが、夜メロンは友部から、上野か日暮里まで乗ることが多いみたいです。友部から上野、高崎から上野、どちらもおよそ101キロを約1時間45分も楽しめます。ホリデー料金なら、51キロ以上なら800円で楽しめるので、コスパは良いと思います。行ったもの田んぼの中を爆走しているうち、次の駅が土浦というところまで来ました。現在時刻は15時半を少し過ぎたくらい。まだお外は明るいです。まもなく、土浦。いろいろ考えたんですが、このまま上野まで乗らず、もう少し遠回りしようと思います。遠回りが土と出るか京と出るかはさておいて、あれこれルートを考えるのは楽しいです。列車は土浦に到着。15時49分発車ということで、6分ほど止まるみたいです。停車中の今も、時間とにらめっこしながら、あれこれルートを考えてます。なお今回、常磐線特別快速への乗り継ぎはできない便でした。常磐線の特別快速って、昼間にしか走ってないみたいですね。さて、列車は土浦を発車。ここから本数が結構増えます。車窓もここまでの緑とは違い、ちょっとずつ栄えてきますよ。この電車は、常磐線、上野行きです。特急通過待ちのため、日立濃縮で停車。あ、そうだ。大回り乗車では特急券を買えば特急にも乗れます。ここで一つ問題となるのが、分岐駅通過の特例と言われるもの。特定の区間で、特定の駅が通過となる場合は折り返し乗車が許されるという特例ですが、大回りの場合はどうでしょう。例えば倉賀野を通過する特急復活などで高崎まで乗った後、そこから折り返して倉賀野に行くというのはありなのか、というものです。夜メロンは、大回り乗車では、トラブルを避けるためやめた方が安全と捉えています。例えば先ほど乗った中央線でも、新宿でなく代々木で乗り換えました。いろいろ言いましたが、結局、重複しないようなルートで乗る、のをお勧めします。茨城県の常磐線区間である砦、友部間は、長いようで案外短いです。61.4km もあるのですが、約1時間で走破します。これも常磐線の普通列車含む、時速 130km のハイスピード運行のおかげ。こんなにかっ飛ばすのは、つくばエクスプレスへの対抗が目的だったり、2005年に開業したつくばエクスプレスが時速 130km で運行するため、それに合わせて E531系を開発。同年、都内に駅と千葉県内に駅を追加で通過する特別快速も登場。そんなわけで、常磐線は全体的にハイスピード路線となっています。水戸線から乗り換えると、同じ車両なのに雰囲気が違いすぎてびっくりします。次は、砦です。富士城から次の砦までの間で、交流から直流に切り替わります。なぜ交流直流が切り替わるかというと、茨城県内に地磁気観測所があるからです。そこの近くで直流電流を流してしまうと、観測所のデータが影響を受けてしまうんです。だからわざわざ流す電力を変えているというわけです。列車は砦駅を発車。ここから直流車両の E231系などが登場し、本数が増えます。もうど休日には電車が来なくなった確定ホームを横目に、千葉県に突入します。この電車は、常磐線、上野行きです。終点、
上野まで快速運転をいたします。常磐線の主駅はややこしいです。北千住からは快速という名の各駅停車になります。常磐線快速と常磐線各駅停車は実質別路線みたいになっていて、途中の綾瀬で各駅停車は豊田線に直行、快速線はそのまま日暮里上野方面に向かいます。つまり、まあ常磐線各駅停車は綾瀬から千代田線に変わる、常磐線快速は北千住からも JR のままで、でも実質ほとんど各駅停車になるってことです。なんとも説明するのが難しい区間です。次は阿鼻子なんですが、ちょっと遠回りしちゃいましょうかね。ここからだと成田線阿鼻子支線に乗り換えられます。阿鼻子到着。成田線乗り換え駅なのに、特別快速に通過されるかわいそうな駅です。ところで、皆さん阿鼻子駅と言ったら何を思い浮かべますか？富士国寺を A さん。それは、阿鼻子じゃなくて阿鼻子です。阿鼻子と言ったら弥生県です。西の鉄道ファンから東の鉄道ファンまで、全国各地の鉄道ファンが押し寄せる名店。おやつを食べに行きましょう。これが名物唐揚げそば。お値段は唐揚げ1個入りで440円。唐揚げはジューシーで美味しいです。つゆとの相性も良し、すっかり満腹になりました。おやつなのに満腹になってどうするんですか。どっかでカロリーは消費するとして、お次は16時47分発、成田行きです。どう考えても重量もいらないと思うのですが、運用の都合上、今のところガッタガラとまでは行きませんけど、成田線阿鼻子支線は 32.9km を約40分で走破する路線。全線単線です。たまに常磐線快速からの直通列車 E231 系もやってきます。オールロングシートかつトイレがついていない車両ですので、あらかじめトイレに行っておくことをお勧めします。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は成田線成田行きです。割と各駅でバランスよく空いていきます。阿鼻子発車時は席が結構埋まっていたのですが、3駅乗って荒木まで来るともう空いてきます。その先でもどんどん空いていき、なんか2両で足りそうなくらいになります。ちなみに今は木下ろしを発車して、次は小林駅というところ、成田まではまだ4駅くらいありますよ。ちょっとまた、大事なことを思い出した気がします。成田に着いたら、成田線で千葉方面に向かう予定なんですよ。で、この大回り乗車では、手元で時刻表を一切見ないようにしてるんですが、成田線阿鼻子支線から千葉方面の成田線への乗り継ぎって、15分くらい待ちがちだってこと、思い出したんですよ。でも、着くまではわかりません。ひょっとしたら、奇跡みたいな乗り継ぎが連続してまあまあうまい具合に行くかも。あと、このルートだと18時半に上野に着けない気もしてきました。ですが、最後まで諦めません。ラガラな成田線は、次がいよいよ終点の成田というところまで来ました。車窓を見て気になった方もいるかもしれませんが、千葉も茨城ほどではありませんが、そこそこお米が取れます。全国トップ10には入っていますよ。成田湯川駅のすぐ近くを通ると、列車はほどなくして成田駅に到着します。個人的には次の成田駅での乗り換え時間が気になるところですが、市政四つ街道方面千葉行きは1番線から17時49分の発車です。忘れ物落とし物なせませんよう十分ご注意ください。やらかしました。成田駅に到着。年越し大回りの時には列車ホテルに泊まれるとして有名な駅ですね。ちなみに駅構内には待合室と自販機があるだけで、目立った設備はありません。急で申し訳ないですが参考までに、これは別日に撮った高輪ゲートウェイ1番線です。高輪ゲートウェイ駅の4つある駅メロのうち、2つは成田駅でも使われているんです。すごい。
さて、成田駅に戻ります。今や E235 系も来るし、元京浜東北線の車両、209系も来るので、これはもう成田ゲートウェイに改称してもいいかもしれませんね。でも成田ゲートウェイってどっちかというと成田空港では。横須賀線 E235 系線番台は、山手線 E235 系0番台と比べて、加速が鈍いです。運用を共にする E217 系に合わせているからなのでしょうか。E217 系に置き換わったら、キビキビした加速になるのでしょうかね。そういや今17時45分だってことを思い出しました。今更ですけど、これは18時30分上野駅に間に合いませんね。秋葉原も東京ももう通っちゃいましたし。お次は暴走地区の顔、209系。需要半分のもと、京浜東北線に生を受けたはずが、気づいたら伊豆急に譲渡が決定した。なんとも嘘みたいな本当のストーリーが広がっているホットな車両です。デビューは1993年なので、もうすぐ30歳になろうとしています。列車は桜と成田の間にある水駅に間もなく到着。成田線はいろいろと支線がごちゃごちゃしてるので、なんだかややこしいのですが、我孫子から成田までが我孫子支線、成田から成田空港までが空港支線、桜から成田を経由して、松岸に至るのが本線です。なお千葉から桜、松岸から銚子は総武本線。いろいろ書きましたが、成田線は本線でも支線でも、いずれも成田駅を通ります。水戸線に比べると、かなり路線名改修をしている路線と言える。かも。千葉都市モノレールとの乗り換え駅である津賀などを経て、次の駅は千葉。ここで総武線の東京方面に乗り換えられます。車窓もだいぶアーバンな雰囲気になってきましたね。千葉に到着。お次はなんとなく快速に乗ります。船橋での乗り換えは必須ですが、まあなんとかなるでしょう。E217 系は現在 E235 系による置き換えがじわじわ進んでいます。そんなわけで横須賀線のガチガチ座席は次第に姿を消していって。はーい。なんか、乗り換え不要な確定の方が先に出発してますね。時間も電池もピンチです。せめて総武線確定に追いついて、心の安堵を少しでも得たい。快速なので、各駅停車の駅はバンバン飛ばします。総武線快速の停車駅は、千葉を出ると、稲毛、津田沼、船橋、市川、都内に入って新小岩、金字町、確定と分かれて曝露町、新日本橋、東京と続きます。大体は横須賀線の逗子方面に直通。一方、金字町で快速と分かれた中央、総武線は、秋葉原を経由してお茶の水、新宿方面へ。東京方面からの中央線快速と合流します。と、初見だと結構複雑な路線図になってます。あ、船橋に着きましたね。走らない程度に急ぎます。お次は18時56分発、三鷹行き。ここから1駅だけ乗ります。ここから武蔵野線経由、新松戸経由で上野に戻らないといけないため、近いはずの東京都が遠く感じられます。でも、車窓はだいぶ東京っぽい雰囲気になってきました。列車は横須賀線の快速が通過する西船橋に到着。ギリギリ西船橋の方が、船橋よりも乗車人員は多いんですね。なるほどってなったところでお次は武蔵野線。こちらは E231 系ですね。にしても東所沢行きなんてあったんですね。どうやら朝と夜に割と多い行き先みたいです。ご利用くださいまして、ありがとうございます。この電車は、武蔵野線、東所沢行きです。次は、新松戸。5駅ほど乗ると新松戸。ここで乗り換えます。新松戸、JM15。新松戸、お出口は左側です。いい夜景ですね。なんかうっとり。新松戸、JM15。新松戸では常磐線各駅停車に乗り換えます。常磐線のターミナルといったら上野。もうゴールは近いですよ。常磐線確定の電車が来ました。先ほど述べましたが、常磐線の各駅停車は上野には行きません。途中どっかしらで快速に乗り換えないと、神奈川県まで搬送されます。確定の需要がゆえか、それとも19時台の上りだからなのか、結構空いてます。具体的にはこのアングルでビデオカメラを回せるくらい、千代田線に入ったらもう少し混んでくるかもしれませんけどね。
常磐線確定は地下鉄直通の営業か、全車両がストレート車体です。あ、かつて千代田線内を走った小田急線系は、支障が出ない程度に、少しだけ拡幅車体でしたが。このメトロ1万、6線系の何が良いかって、フリー Wi-Fi があるところなんです。JRE233 系、小田急4線系にはないので、この車両は当たりっちゃ当たりです。ただその分、椅子は固めです。もう少しフリー Wi-Fi の恩恵に預かりたいところですが、そろそろ快速に乗り換えます。ところでこれ神奈川の本厚木まで行くんですね。確定でも長距離運用。松戸到着、早歩きで常磐線快速上野行きに乗り換えます。E531 系、常磐線快速の上野行きに乗車。松戸発車。次は北千住です。次の駅で久々に東京と入りします。次は北千住です。多分今、江戸川を渡って東京と入りしているところです。ここで今19時半を回りました。おかしいですね。18時半上野着の予定だったのに、どこで間違えたのでしょう。でも209系に乗れたので、比較としてはあれでも、気持ち的には OK です。南千住、三河島、日暮里と止まって次の停車駅は、上野です。長いようで短かったです。いろいろありましたが、なんだかんだ充実してましたね。まあ、1時間以上オーバーしているので、比較としてはアウトなんですけど。ついにこの旅も終わりです。なんだかんだ10時間以上改札内にいたんですね。上野に到着。車内に忘れ物があったので、駅係員さんに届けてました。改札から出ましょう。秋葉原から上野まで約11時間、140円の切符1枚で到達。朝から夜まで電車に乗り続けたその証は、何を語るでしょうか。え、早く改札通れ、わかりました。今回は計画立てずに大回り乗車をしてみよう、という企画でした。計画ガチガチの時とは違った気分で乗れるので、なんだかんだ楽しかったです。次は朝4時半スタートでやってみたいですね。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。